バレリー・カルピンは、エストニア・ナルバ出身の元サッカー選手、サッカー指導者。ポジションは MF。エストニア生まれであるが、ソ連崩壊時は、国際舞台での活躍機会の多いロシア代表を選択。1985年に、地元のクラブチーム、スポルト・タリンでキャリアをスタート。1991年に、スパルタク・モスクワ移籍すると3年連続リーグ優勝を、 はたし、1994年のアメリカ W 杯にも、出場。同年リーガエスパニョラレアルソシエダへ移籍し、その後バレンシア CAF、セルタデビーオーとスペインのクラブチームを転々とし、セルタでは、アレクサンドル・モストボイと共に、チームの上位進出に貢献。モストボイとのコンビは、ロシアンコネクションと呼ばれ、称えられた。1999年のロシア最優秀選手にも、 選ばれた。その後、2002年には、日韓 W 杯にもロシア代表として出場し、日本代表とも対戦。同時に、ソシエダに復帰し、チームの中心選手として活躍した。2004から05シーズン終了後、現役を引退し選手生活に終止符を打ったと思われたが、2007年に、西軍ダディビシオン B のコルショ FC と契約を結び、現役復帰をした。 その後改めて現役引退。2008年、かつて所属していたスパルタク・モスクワのゼネラルディレクターに就任。2009年4月、成績不振により解任されたミカエル・ラウドルップの後任として同クラブの監督に就任した。2011年4月18日、開幕から成績不振でクラブ史上最悪のスタートを切ったとして辞任を表明したが、 最終的に2011から12シーズン終了まで、監督を務めた。リーグ戦最終順位は2位であった。2012年11月25日、成績不振により解任されたウナイエメリの後任として、年内までの暫定式を取った後、再びスパルタク・モスクワの監督に就任した。ロシアカップで三部の FK トスの20から1で敗退、リーグ戦で回の FC アンジマ8から2、 ホームで2から2で引き分けたことが引き金になり、2014年3月18日、解任された。同年8月12日、セグンダディビシオン RCD マジョルカの監督に就任した。2015年2月10日、広角圏寸前の15位に低迷したため、解任された。2015年、ロシアナショナルフットボールリーグへ昇格した、FKA アルマビルの監督に就任した。 就任後1年で、ロシアセカンドリビジョンに降格したため、2016年6月23日、解任された。2017年12月9日、FC ロストフの監督に就任した。2021年7月23日、ロシア代表の監督に就任した。引退後はスペインに泊まり、事業を開始。スペインのテレビ局、トブニでサッカー中継の解説も務めていた。 また2007年には、長年プレーした、セルタデビーゴの本拠地であるビーゴに、自転車ロードレースのコンチネンタルプロチーム、カルピン・ガリシアを、ミチェル・サルガドと共に創設。2007年のブエルター・エスパーニャはこのチーム創設を、祝って第一ステージを、ビーゴからスタートしゴールした。レアル・ソシエダ時代のニックネームは、腐った牛乳。 カルピンのきつい性格を意味するスペイン語のスラングである。ありがとうございます。